乗り場にある案内看板閣運行株式会社は日本の海運会社。現在は尾道渡し船株式会社に称号を変更済み。広島県尾道市が出資する第3セクターである。同市は同第3セクターに船舶2隻を現物出資する形をとっている。1998年10月から歌と丸により運行を始めた。 当初の称号は歌戸運行であった。2009年度には第一カー丸を建造した。2010年4月1日からは主戦を第一カー丸予備船を歌戸丸とした運用となった。2016年からは主戦を第一カー丸予備船を第二カー丸とした運用となっている。2020年8月26日には小野道氏が 尾道都線と向島運行の民営都線に航路について宇多戸運行への移行による航路継承を検討していることを明らかにした2021年4月1日からは尾道都線と向島運行が運行していたに航路を引き継いで運行を始めた同年6月4日には称号を現在の尾道渡し船に変更した宇多戸崎間には 古くから歌渡しと呼ばれる渡し船があったことが知られている。1954年からは二輪まで積載可能な木造船を用いた土船が個人の経営により運航されていた。ありがとうございます。